なんでこんなところに、めっちゃ深い時間ですよ、はい、あのレアチーズケーキっぽい新垣です。スイーツ芸人の時にスイーツに名前をつけようって言って、そうだレアチーズケーキにガッキーにしようって言った、ありました。そうだよ、どうも。いや、あ、本当だ、レアチーズだ。レアチーズ、レアチーズ芸人だ。ブルーベリーソースを添えたくなりますね。だって関根さん、ガッキー芸人をやりたいってずーっと本番で言ってましたもんね。そうかわいすぎでしょ。ほんま見てしまいますよね。白目がちょっと青みがかってんのね。白目がちょっと青みがかってる。赤かったり濁るじゃん。ガッキーもプレゼンしたいっていうことで、いいですか。はい、お願いします。私がプレゼンしたいのは、はい、これです。おん、フレフレ少女芸人。フレフレ少女芸人、芸人がこんなにちっちゃいってことはびっくりするほどの番宣ですね。芸人ちっちゃじゃあちゃんとついてますから、ね、一応ちゃんとついてますけどね、はい、プレゼンです、はい、これどういうことですか。まあキャストさんはですね、キャストって言ってキャストって言ってましたね。メンバーが、メンバーは、まあ私と永山絢斗くん、はい、山本時生くん、斉藤芳樹くん、染谷翔太くん、あと内藤隆さんで、おそらくですけど出演者の方ですね。キャストって言いましたからね。キャストって言うたから、ね、これガッキーが書いた字ですか。はい、そうです。いい字だなですね。内容が、内容は文学少女が応援団長に、ヘナチョコ応援団が奇跡を起こす、笑いあり涙あり滑りあり熱い青春ムービー、10月11日公開、見てください。すごい、間違いなく内容やもんね。何でもええよ、出てくれんやったら何でもええよ。いいわ、ありがとう。みんな聞きたいこととかあります？聞きたいことですか、うん、なんかほら、あれ、これでしょみたいな。字ってそんなに痛いんですか。いや、痛いですよ。死か、弁か、どっちか。死か、弁か、どっちかぐらいね。まさかのチョイス、字の話ですか。マジ